上原浩二の雑談魂、雑談魂。でやっぱりこうね、女子がいるスクールライフ、はい、うん、いいじゃないですか。そうですね、なんかキラキラ、やっぱりあのタッチを見て育ったので、みなみちゃん、はい、みなみを甲子園に連れてってじゃないですけど、やっぱそれイメージしてましたよね。まさか男子校に入学するというマネージャーもいない、マネージャーもだからこう女子マネージャーがいる高校には負けたくなかったですそんな意地が、そんなライバル心が、はい、面白いな。それはありましたね。帝京高校と迷ったわけですよね。だからそ、はい、決めるときに、あ、男子校がうーんというふうには最後はならなかった。いや、そもそもあの横浜高校が男子校と僕知らなかったんですよ。あの球場見に行った時も、はいはい、もう周りにそのまああれは今考えるとそのファンの子たちだったんですけど、すごいわけですよ。いっぱいいる球場の周りに来てるんだ。やっぱり野球部人気ですよね。はい、はい、人気があって、だからその男子校っていうのは本当僕あのあれ願書提出の時かな、うん、気づいたタイミングが、はい、僕あの全日本で一緒だった選手と、うん、その学校で一緒になって、横浜高校って男子校なのってそこで聞いたんですよ僕なるほど、はい、うん、男子校だよみたいな、うん、ちょっと遅かったね。そうです、そこもうちょっと早く知ってたら、うん、いや帝京高校に、これ帝京高校に聞いたらちょっと悔しがってると思うよで打ち切れへんねって、もっと驚愕ってことをしとけばよかった、うん、みたいな。もしかしたら飛距離とチームメイトなったかもしれない。あ、そっかそっか、飛距離どうだった。それはそれでまたすごいなんか化学反応が、ね、ありそうですけど、シュリと大輔が一緒ってなんか想像つかんな、ね、そうですね、一緒にやってる姿はちょっとイメージできない、ね、イメージできへんな、うん、でも横浜行って正解やったと思うよ、ね、うん、さないとあのドラマは、ね、生まれていないわけですからね。あのテーピング剥がすタイプ知ってる、うん、あ、絶対作ったよこいつこれ絶対取れる、取れくれるわ、感動呼べるわと思って、じゃあ確認しましょうか上原さん、うん、あれは狙ってやったの狙ってはやってないですけど、うん、マウンドに上がるときにはテーピング剥がしてくれって言われて、はい、こうあのベンチの前で撮ったんですけど、ベンチの前でやるのがうまいよな、ベンチの中のやつは多分映らへんけど、そうですね、みんな見えるところで、うまいな。でそのベンチ前でキャッチボールしたときに気づいたんで、うんうん、で撮ってるときに多分この辺テレビカメラがなんかがあって、うんうんうん、今俺映ってるっていうのはありました。でも違う違う、撮られてんのは反対側からやったよ絶対あれ多分三塁側でしょ。いやでもあのすごいカメラとかありましたよ。撮られてんのは多分三塁側から、じゃ一塁側からの映像やったと思うねんな。まあでもいろんなカメラはね、松坂さん多分絶対押さえてるでしょうから、まあ見てるね、うん、まあでもあれかね、うん、次の日の新聞とか見たら大体こうこの場面とかだったんで、うん、あのその新聞 の、うんうん、あのカメラマンのだ、そんなイメージがあるのかもしれないですね、うん、ご自分の写り確認していかがでしたかその時。いや写り確認してないもうちょっとこうしたらよかった、ね、新聞のですかいやちょっとこうちょっと作ってましたね顔はやっぱ分かってんねやんかそれは俺撮られてるすごいな、高校ってそういうなんか甲子園ってすごいね、カメラとか新聞とかあるやんか、うん、大学野球ってないんだよね。まあそうですね、寂しいよな、まあ、高校野球またね、高校野球 の、 そのアイドル雑誌みたいなものもあるから。大学だって大学野球ってあるで、ね、ちょっとアイドル要素はあんまりないですもんね。全然ない、全然違う、記事全くならへんもんだそこは寂しいと思うね。さらに半分やから、要するに4分の1になるわけ、うん、その開いた時の、うん、これぐらいしか記事ならへんの俺らはね、うん、あのちっちゃいリーグやから、あの社長のとこはまあまあ大きいリーグやから、そうですね、まあまあでかいね。そうですね、関西のね、腹立つやろ、うん、あでもそのリーグの確かにそうですね、そう俺らのリーグはやっぱ全国出て日の丸も背負ってんのに、うん、記事こんだけ。そうですよ ねこしとね、広がるといいなと思います。だから大学野球をもうちょっと取り上げてほしいんですよ、うん、僕の中で、うんうん、だって高校ね、甲子園いっぱい出てるじゃないか、うん、全員がプロ行くわけじゃないでしょ、うん、大体大学行くでしょ。そうですね、半分以上は、ね、はい、はい、だったらそこも取り上げてよってなるわけよ大学で、うん、はい、ならもうちょっと大学野球も盛り上がるのにと思うわけよ、うん、確かにそうですね、甲子園とかの高校野球の盛り上がりと比較すると全然違うでしょ、うん、全然違いますね。全国大会テレビ放送ないんやからさ、なんか話題の全国大会か、そういうことですよね、六大学の早慶戦とか、うん、そうだからリーグ戦で早慶戦が盛り上がるでしょ、全国大会盛り上がってくれへん、うんうん、まあそれなんなん
お客さんの数もね、どうなの、なんで私をこら旦那どうやねん、いやいや、もううちもあ旦那大好きじゃなかったっけ、大好きですけど、あ、大好き、あ、そうなんですか、大好きどうやねん、いやいや、うちの大好きがなんて言ってるかちょっとわかんないですけどでも、寂しいですよね、寂しい、そうですね、うん、うん、いや、上原さん、なんで今日そんな真面目に野球のなんか話すモードになってるの、今日真面目なんだ、うん、いやいや、いつも真面目だよ、じゃあ、なんかこんな熱くちょっと野球界の問題を、今のはちょっとごめん、ちょっと大学出身者としてちょっと熱くなっちゃう、ちょっと熱くなっちゃう、やっぱりこの甲子園のヒーローを目の前にしてちょっと出ちゃった、ちょっと冷やすわ、ライバル心がクールダウンしてください、うん、はい、あ、いただきます、はいそうだな、まあ、本当にね、そのだってもう話題の中心というかもう、うん、ね、なんなら高校野球の中心にいたのが本当にね、松坂さんでしたからね、いや、だってあの、だって松坂世代っていう言葉があるぐらいですから、うん、それは彼中心ですよ、なんで俺らの世代何もないんだろう、その後なんかハンカチ世代とかもあるし、そうですね、あるでしょ、うん、俺らの世代って何もないんだよな、うん、つけるとしたら何ですか、え、ウッズ世代ウッズ世代、タイガーウッズ世代、タイガーウッズ世代かベッカム世代、おお、それなかなかすごいですよ、そうですね、なかなか有名なやつがおんのよもう世界的に有名ですからね、そう、誰にする、工事世代はダメですか、ダメでしょ、ダメですか、高橋世代ですよ、吉野部と久典がおるからそこの2人ちょっと寂しいな、違うなごめん、行こう、そうですねこれないわ、これないわ、広がらない、広がらへん、この50年広がらへんわ私も日本テレビのアナウンサー試験を受けるときに、あの愛読書書いてくださいっていう欄があって、エントリーシートに、うん、松坂世代ってやっぱ書きましたもんね、あ、本、マジですか、やっぱり野球の勉強を始めたときに何から読もうと思ったら、うん、やっぱ甲子園のこと知らなきゃなって、でもやっぱそしたら当時は松坂さんのことやっぱり知らないとと思って、そらそら、常にもうカバンに入れて持ち歩いて、もうカバンボロボロになってましたもん、嬉しいな、で日テレ入社して上重さん初めて見た時に、うん、あ、上重だってなるっていう、あーそうだね、そうそう、野球好きだった、そうそうそう、そうか、うん、そんな興奮もあったんですけどうん、すごい世代やね、大輔のとこやっぱ、みんなのねストーリーが ね、それぞれあるもんね、うん、まあ、いろんなキャラクターはいましたけどね、だってその大学行ってドラフトされるやつらも結構多かったです、はい、多かったです、あれ杉内とかもそうでしょ、はい、杉、はい、杉は社会ですけどね、強し、はい、強し、そうです、なぎさん、ああ荒垣の村田修一、村田修一、はい、ね、しかもね、皆さん本当に第一線で長く活躍された方ばかりですからね、うん、改めて松坂世代の凄さをね感じますよね、すごいな、はい、じゃあここからそのなんか悔しいな、いや松坂世代が悔しいなと思って、松坂世代が悔しいに対して、あ、うん、全員に対して、そうそうそう、一人じゃなくて、やっぱすげえな、いや上原さん、その束になってかかってこられたら勝てなくなりますよ、いや大輔のおかげでみんないい思いしたやついっぱいおるなと思って、あそうかな、あの社長とかさそうなんですか、うまいこと、あ、その話持っていけよんね、あの決勝の話を、いやそら食いつくやん見てた人らみんな食いつくて、そうやろ、毎年ね、今もナンバーの特集になるぐらいですかね、そうだよ、そうですよ、食いつくよ、何回聞いても聞きたくなるいいお話ですよね、もうプロ野球時代もやっぱりすごいですよね、ルーキーや高卒新人45年ぶりの最多勝獲得、で高卒、ね、はい、新人では史上初のベストナインも獲得、はい、でシドニーオリンピックも出て3年目の2001年沢村賞を獲得、はい、でももう読み上げていくと本当にキリがないぐらい、さまざまな、はい、輝かしい成績を収めていらっしゃいますが、15勝15敗で沢村賞ちょっと納得いかんねんな、俺の中、いやめちゃくちゃクレーム、あの言われましたよ、いや、あの文句じゃなくて、はい、基準としてどうなのかなっていうのがね、うん、大好きに対してじゃないじゃなくて、その、うん、まあ、そう、選定する側のってことですね、僕も言われた時に、言われた時にもちろん嬉しかったんですけど、うん、自分が選ばれると思ってなかったんですよ、うん、正直、はい、だからまあその選考委員の中に、まあ、OB の方がいらっしゃるじゃないですか、うん、相当あの言われたのかな、言われましたね、はい、だから7項目ぐらいあるんだよね、はい、でいくつやっぱクリアしてるかっていうのが重要なわけで、はい、うん、プロに入ってからもうずっと変わらずやっぱりもう松坂さんフィーバーって続いていたわけじゃないですか、はい、プロに入ってからの世界っていうのはどうでしたか、あ、そうですね、なんかその高校時代のなんかこうどう対処していいかわからない時期をこう
まあ、過ごしてきたので、まあ その経験があったので、まあ、プロ入ってから、まあ、なんとなくこう、まあ、生きづらいなとかっていうのはありましたけど、うん、もう慣れてはいましたね。慣れだよな、プロ入ったらね、はい、もう 2,3 年やりゃね、うんうん、まあ、またそれを先取りして高校生の時からね経験してたら、うん、そうですね、確かに、あの時はもう何もできなかったですけど、うん、はい、まあ、でもプロ入ってからもやっぱり周りからいろいろ声かけられるから食事行くのも結構大変だったんちゃうので、僕はでもあまり行かなかった。寮は何年いたの？寮は3年ですかね。あ、3年いたの、はい、この3年がえぐいけどね。そうですね、3年で45勝やですごいなでも2006年のこの17勝5敗で、はい、これ沢村賞取ってないの？和美さんがいたからです。和美か、そうだ、はい、20勝僕多分その年2006年は全部2位です多分。全部和美、はい、でも斉藤さんが、ね、以前ゲストに来た時におっしゃってましたよ。やっぱりもう本当に松坂世代がもうとにかくもういたから、もうなんかすごくこうなんだろう、阻まれていたことがたくさんあった。和美がゴールデングラブ唯一欲しかった。だ、僕の中でも2006年が僕がゴールデングラブをこだわる最後の年にもうしようって思ったんですよ。それはもう大輔がメジャーに行くの分かったんで、はい、大輔が常連の大輔がいる時に取らないとこれは絶対価値がないって思ったんで、でこれで10割だったのに、その2006年しかも成績も18勝で、はい、でも取れなかった。いや、これ取ったの大輔？そうです。あらあら、そうなんです。僕は小さい頃から憧れてたんですよ、ゴールデングラブって。自分のあれグローブのなるんでしょ、うんうん、あれがもう子供の時からすごく憧れで、だからそれも1個でもいいから欲しいっていうのがあって、うん、そこだけずっと毎年取れなかったんで、で、まあ、大輔が上位だったんで、もうこの年を最後にしようと思って、こだわりはって。うわ、いや、だって成績も200イニング投げて防御率も 1.7 で守備率 100% で取れない、あれ記者投票だっけ？そうです。それはもう当時の記者に文句言いたいです、本当に言いたいです、本当に言いたいです。この場を借りて言って、本当に意外にしてください、本当に本当に勘弁してください。あのゴールデングラブ唯一欲しかったっていう、これは本当に狙いに行った年だって、はい、あのその回をあの僕見てました、はい、どうしよう、率直にあれどう思うどう思うあれいや、でもあのゴールデングラブってなんかもう、こうイメージ作りみたいなのがありますよね。まあ、もちろんあるけど、イメージ作りが大事というか、うん、はい、だから僕はもうあのキャンプの時から、うん、まあ、やっぱりそのゴールデングラブをもうこう意識してるというか、もう練習でも絶対エラーしないとか、うん、もうあのそういうところもやっぱりまあ見せようとはしてましたかね、うんうん、あとはまあもうフィールディング前に何でもできるっていうのを何となくこう、まあ、確かにイメージは植え付けさせるみたいな、うん、はい、のがありません。なんか和美さんが言うのももちろん分かります、うん、守備率10割です、うん、10割、はい、いやでもパリーグの大輔、セリーグの俺は桑田さんと思ってるから、はい、うん、その守備本当にうまいのね、うん、いや和美さんがいなかったら僕もう少しタイトル取れてるんじゃないですかね。あ、確かこの年もね、まあ、2006年もそうですし、その前もどう2003年かな、3年も16勝して、これは誰が最多勝を取ってたの？いや、多分その年も和美さん。あ、これも和美勝ってんじゃなかったかな、はあ、確か、はい、あ、斉藤和美さんはどんな存在でした？いやー、もう僕にとっては高い壁というか、ほう、はい、あ、もちろんそのライオンズ対ホークスって考えた時に、まあ、チームなんですけど、やっぱり和美さんに勝てないとっていうのは僕はやっぱり個人的にはずっと思ってましたね。もう投げ合ったら1点曲げられへんっていう感じ。いや、でもお互い打たれたりとかっても意外とあるんですよね。あんまりこう1対1とか0対0みたいな感じで、それこそ松中さんに僕3発打たれた、あ、バット打った時、はい、あれも多分和美さんと投げ合いしてて、終盤まで多分勝ってたけど、うん、まあ最後ホームラン打たれてやられてるんですけど、はい、あ、でもなんかあんまり勝った記憶ないですね。それこそ2006年のプレーオフは投げ合って 1-0 で勝ったんですけど、はい、うん、まあ、それはもう僕の中でもこうベストゲームっていううちの一つですかね、まあ、和美さんに投げ合ったっていうのも大きいですけど、あの勝ち負けそのどちらもつかずっていうのはないですね。だからその試合も多分和美さんも最後まで投げてるんですよね。いや、だからもう本当にもう本物のエース対決っていう、はい、感じですよね。ずっと2桁勝ってるのね、これすごいよね。そうですね、これがすごいなと思うわ。
2002年にちょっとあそこは僕肘痛めて、ね、怪我して、うん、それ以降ずっと勝ってるから、はい、そうですね、それすごいよなと思う、ね、うん、でメジャーか、なんでポスティングなんだよお前なんでポスティングなんだよなんでポスティング認められてんだよそっか、そうですよね、ずっと言ってたのにさ松坂さんが困ってるじゃないですか、上原さん。そうですよね、うん、確かに俺はジャイアンツはダメだダメだ、すみません、ね、すみません、結局 FA まで待てって、うん、そうですよね、うん、まあね、そしてメジャー時代も、はい、素晴らしい成績を、いやいや、メジャーね、これは本当にすげえよな、ね、日本人初のワールドシリーズ勝利投手、これって 今は何人かいるのワールドシリーズですか、勝利投手は。いや、多分僕だけじゃないですか。まだいない。まだ。まだいないんだ。多分黒田さんとも勝ってないと思う。あ、黒田さんもないんか。へえ、じゃあ元大輔だけなんだ。ダルも勝ってないですもんね。あ、ダルも出てますけどね。出てるけど。やっぱり唯一みたいです、ね。まだ。僕ですか、はい、いや、それ嬉しいな。嬉しいよね、唯一とか分かる分かる、唯一とかやったら、ね、嬉しいよな、初めてとか、はい、そうそうそう、嬉しいですね、嬉しいですね、でもそうなんよ、まだ大輔だけなんだ、でも本当に松坂さんはそうやって多分ね、ご自分でこう作られていった新しい歴史みたいなものがたくさんあるわけじゃないですか、うん、でもなんかポスティングがなかった認めな いやありますよね、やっぱり2年でも、うん、3年でもね、早く行けたら、しかも高卒やもん、ずるいわ上原さん、なんでずるいわになるんですか上原さん、俺浪人して大学行ってポスティング認められへんって、つらいね上原さん、でも、ね、自分で浪人選んだんですよね、浪人するしかなかったの選んでねえよ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 失礼いたしましたバカだったね上原さん、そこまで寄ってない投げる球もとんでもなく速くて、ピッチャーとしてはもう勝てないなっていう、あれ以上の衝撃は僕はまあないですね。